こんばんは。やばい。こんばんは。こんばんは。やばい。わかんない。これってこれですか？これってあれですか？こんばんは。うちは間に合いそうですか？やったー。これってアイテムとかってジュッとか出てるやつですか？ですか？こんばんは。初期さやね、さやさやかさんに似てますか？嬉しい。こんばんは。お疲れ様です。どれですか？どれですかってどれですか？ありがとうございます。初日決定しました。じゃあ完成しましたか？やった、楽しみにしてます。こんばんは。和歌山といえば梅、みかん、マグロも、やっと。うちは皆さん作ってくださってるんですか？ありがとうございます。こんばんは。ゆうさんありがとうございます。似てるかな、あれに。あれ似てないんかい。こんばんは。うちわの材料ゲットしましたか？楽しみにしてます。中山ラーメン美味しいですよね。ジュニアさんありがとうございます。こんばんは。梅干しは和歌山でしょ。初日もだし2回目も決まってるの、すごいね。ありがとうございます。そうなんです。南原ウィークに行っちゃったっけ。16日から始まるんですけど、17日と19日の2日間出演させていただきます。千代さんありがとうございます。あー、さやねのこともちろん知ってますよ。もちろん知ってますよ。さやかさんのこと、曲めちゃめちゃ聴くので大好きです。こんばんは。すごい、19日申し込んでありがとうございます。みわっちさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。初日ありがとうございます。皆さん、なんぼら当たってきてほしい。りょうこさんありがとうございます。はじめまして。皆さん、そうなんです、先輩と仲良くなれるように頑張ります。人見知りなので。今日かもちゃんの絡みはありましたか？かもちゃん初めて。そうか、友と来るね。重なったらかもちゃんになるんですね。初めて聞いた。千代さんありがとうございます。そうですね、梅とみかんは和歌山ですよね。こんばんは。やった、一目惚れしました。やん、嬉しい。こんばんは。ショールームは2回目ですかね。こんばんは。ギターは習ってはなかったんですけど、独学なので全然上手ではないんですけど、またどこかでできるように頑張ります。こんばんは。りょうこさんありがとうございます。17日と19日両方嬉しいです。やった。ともひこさんありがとうございます。頑張ります。こんばんは。こんばんは。こんばんは。バラ頑張ります。皆さん、人見知りをなくす方法を教えてください。ありがとうございます。とも声割と低いんですよね、多分喋ったら。豊さんありがとうございます。こんばんは。めちゃめちゃ人見知りなんですよ。そうなんです、やばいんです。ヘルプミーです。ナンバラ行きたい。当たってほしい。もうこんばんは。豊さんありがとうございます。こんばんは。みわっちさんありがとうございます。
コトッチ配信行ってました。コトッチ爆弾トーク、弾丸トーク、爆弾トークすごいですよねめっちゃ喋れます。どうも頑張り、負けじと頑張ります。人見知りなんですよ。いきなりゴリラもあるか、それはどうでしょう。こんばんは、頑張ります、ありがとうございます。朝長和歌山って近畿って言ってましたひどいですね、近畿ですよね、大阪の下です。気になっていますが、気にしていいですか。もちろん。ナンバリステンおめでとう、ありがとうございます。ハローハロー、合ってるかな。こんばんは、こんばんは。ナンバラ公園で頑張って仲良くなります。松さんありがとうございます。おまめでナンバラ共演の先輩情報返信して、ありがとうございます。見てきます、チェックしよう。こんばんは。和歌山は魚もそうですね、マグロとかタチウオとかクジラとかも。ともひこさんありがとうございます。ともちゃんにこんなにハマるとは、やん嬉しい。コロワンさんありがとうございます。桃有名ですね、桃美味しいですよね。ゆうすけくんありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、頑張ら楽しみにしててください、頑張ります。こんばんは、青春出て、青春出れるようにじゃ頑張りますまずはね、ナンバラ2日間あるので先輩と仲良くなれるようにこんばんは、劇場前の王将もう一回行ってない、行きたいな王将。キクリンありがとうございます、キクリンさんありがとうございます。ニコニコしてるといいよニコニコしときます。りちゃんありがとうございます。ダンスが得意なんですか、いやめちゃめちゃ得意なわけではないんですけど、でも NNB に入って基礎とかを学ばせていただいてから、なんかめちゃめちゃ好きになりました。いつかね得意って言えるように頑張ります。こんばんは、こんばんは、こんばんは。人見知りをなくす方法、ゆいなみたいな感じになれば、ゆいなさん、ゆいなさんすごいですよね。でもコミュ力とかがあればね、話しかけに行けるんですけど、もう本当に人見知りがすごすぎて緊張します。ともひこさんありがとうございます。ですよね、どうしていいか分かんないですよね。先輩とはちょくちょくお話をさせてもらってるんですけど、全然まだまだ緊張で、緊張が勝ってしまいます。こんばんは、固定部屋ね何になるでしょうか。キャンプの時はねポニーテールしたんですけど。りっちゃんありがとうございます、キックリンありがとうございます。こんばんは、初見です、嬉しい。人見知りだとお話し会の時とかどうなるんだろう、多分そういう時いけますよ、多分いけるはず。なんか徐々にあの攻めていくのがあれかも。ともひこさんありがとうございます、にしーさんありがとうございます。人見知りに見えないですか、初ナンバラはゴリラでしょ。そう、ゴリラ、ゴリラ研究しときましょうかこんばんは、近畿のおまけってやめてください、おまけじゃないです、ちゃんとした近畿の仲間です。
頑張ります。ありがとうございます。クエ、そうですね、和歌山クエも有名です。クエ鍋とかも美味しいですよ。特にどの先輩と仲良くなりたい、でもずっと言ってるのは、言ってるとは言ってはないけど、同い年の方が同期10期生にいないので、8期さん9期さんは同い年の方とかがすごい多いので仲良くなりたいです。今日ともち配信来るかなと思って通知来て、やったってなった、嬉しい。いつでも見れるようにお願いします。グッズ買ってくれ、ありがとうございます。ダックスト可愛かったですか。高校野球で智弁和歌山は知ってる、有名ですもんね、強いですよ智弁。もう今年はねちょっとダメだったんですけど。千代ちゃんありがとうございます。はじめまして。10期のバラエティ担当なの、嘘だろう初知りかも。ジャバラ知ってますよ、北山村の。初見です、嬉しいです、ありがとうございます。キャッチフレーズ、あれはね、公演も決まったのでその時のお楽しみでやっほー、こんばんは。太宰よかったよ、ありがとうございます、嬉しい。こんばんは、ともたん。ともたんなんて呼ばれますかともたん、でもコトッチトモのこと多分トモタンって言ってるんじゃなかったっけな。こんばんは。今日の服はめちゃめちゃ夏です。トモの、トモはまだ夏終わってないので。小屋さんは和歌山ですよ。小屋さんは和歌山、今年歯科医さん40周年だったはず。あれ違うっけな、わかんない。こんばんは、こんばんは。ナンバラ当たったら手作りうちわ持っていくの、嬉しい。今始まったところですか、今ちょっと前ちょっと前かな。こんばんちゃ、こんばんちゃ、かわいいうちわ楽しみにしてます。見つけますね、朝まで仕事頑張ってください。今からかな、頑張ってください。こんばんは、さゆきさんですか。じゃあさゆきさん頑張って話しかけますね。キャッチフレーズ付き、嬉しいね。キャッチフレーズナンバラの時に先輩が一緒にチャチャチャってやってくれるのが楽しみなんです、密かな楽しみ。初期のさやねえにめっちゃ似てる、嬉しいです、本当に嬉しい。さやかさんの曲めちゃめちゃ最近聴くんです、めっちゃ聴くんです。青森のおっちゃんさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ともちゃんの喋り方めっちゃ好きで嬉しい、嬉しい嬉しい。あ、そう、時差やばい、時差やばいの、めっちゃ遅い和歌山と大阪全然違いますよ。そう、ゼロ、あ、ほんま、あ、ほんまや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 すみません、飛びすぎました、めちゃめちゃ遅かった。松さんありがとうございます。多くありますよ。冷やしカレーさんありがとうございます。カレー美味しいですよねほのぴーさんは同い年じゃないですよ。ほのぴーさんは一個上です、ゆりと同い年なんで。はーい紅コットさんありがとうございます。ではそろそろランキングを読んでいきたいなと思います。ランキングはどこでしたっけ2個目のボタンですか
右から2個目ですか。縦にしなきゃ分かん、うん、違う、あ、行きました、多分行けたはずです。ライブの方ですよね。行きます。13位、青森のおっちゃんさん、ありがとうございます。12位、カツサンドさん、ありがとうございます。11位、トヨさん、ありがとうございます。10位、ケンケンさん、ありがとうございます。9位、サボリーマンさん、ありがとうございます。9位までもでしたね。8位、ジュニアさん、ありがとうございます。7位、松さん、ありがとうございます。6位、みわっちさん、みわっちさん、ありがとうございます。5位、りちゃん、ありがとうございます。4位、ゆうすけくん、ありがとうございます。3位、ちよちゃん、ありがとうございます。2位、りょうこさん、ありがとうございます。1位がともひこさん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、こもちきちた。ではまた、次はナンバラの日ですかね、わかんないですけどナンバラ頑張りますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイちゃん。